ヤンマー FX24BZ、 24フィートサイズの人気のウォークアラウンド艇です。コンパクトなボディですから一人での取り回しもしやすくって、ビギナーからベテランまで幅広く人気があるようです。オーナーはたまにしか釣りに行かないので、エンジンの使用時間はまだ2107時間でした。燃費がすごくいいらしいです。燃料が高騰していますから燃費の良さは嬉しいですね。フロントデッキは 2,3 人が竿を出せるスペースですね。表面は硬くがっちりしています。バウレールもぐらつくことはありませんでした。 C4 カーが入ってますね。これもつけておく。岩崎工業のアンカーウィンチ 12V 500ワットです。意外と力が強いんですよ。結構歩きやすいサイドデッキ。2000年に浸水されていますから22年が経ちます。その間ずっと渓流保管ですから、船体は黄ばみや汚れ、小傷やすれ、いろんなところにありますけど大きなダメージはありません。汚れや黄ばみに関しては磨けばきれいになると思います。ガンネルはそんなに傷んでなかったですね。黄ばみは3ポールシュシュッと振りかければ取れちゃうって感じ。渓流艇の割には痛みは少ない方ですね。ブリッジの前のアクリル窓に補修跡がありました。これ新品のパーツがあるようですのでお付けされるということでした。予備がある、付け替えるのが面倒くさいってということでございます。ここのハッチは純正品ではないんですけど、ヤンマーの純正品よりもがっちりしてるそうです。この上のハッチもそうです。オーニングはぐらつくことなくしっかり取り付けられていました。ここの部分なんかの補修跡がありました。サーチライトは上下左右には動きましたけど点灯しませんでした。単なる玉切れでしたらいいんですけど。ここも汚れていますね。実は近くに工場があるんですよ。洗っても洗ってもこんなになるって言ってました。使用頻度が少なめですからノンスリップの摩耗が少ないですね。ここはいけす。ハッチのダンパーは緩みもなく問題なしです。ヤンマーのハイチルトのドライブです。チルトシリンダーとプロペラは昨年の5月に交換されたそうです。2ステーションが嬉しい装備ですね。まあ使用感はありますけれども快適な空間です。ハッチはがっちりしています。ホンデックスの GPS 魚探 PS800GP 8インチサイズです。取材時のアワーメーターは2107時間でした。ここで操船するにあたっての特別な不具合はありません。壁や天井の汚れ感はありますね。だけどここも磨けばきれいになるでしょう。法定備品は揃っていました。定員は10名。次回の検査は本検査、2024年3月までです。この下にマリントイレ、これは電動ですね。残念ながら作動しませんでした。長い間使ってないとモーターが固まっちゃうんですよね。これはもう交換かな。ここに壁にかけてあるクッションを取ってここにはめれば腰掛けになります。こっちはスルッといきますね。こっちはちょっと硬い。エンジンはヤンマー
定格85馬力です。エンジンオイルやエレメントは選定掃除ごとに交換されています。適度に乗っていますし、豆に手を入れていますから大きな問題点はないとのことです。使用時間は2107時間でしたから、まだまだこれからのエンジンですね。煙も吐かず燃費も良くて調子は良いとのことですよ。